まあ、立ち上がりいい時間に先制して、まあ、2点目も結構早く取れて、まあ、前半はすごくいいリズムで、まあ、中にピンチはありましたけど、まあ、我々のペースでずっとゲームができたかなと思いました。相手がすごくこう前に対してエネルギーを持って、まあ、攻めてくれた時にこう足が止まってしまったというか、まあ、本当にしんどい時間で安田が長い距離走って、ね、本当に素晴らしいランニングを見せてくれて、とどめの、まあ、あの点が入った時に、まあ、このゲームは終わったと思いました。